2度目のグループ単独東京ドーム公演を開催したザ・ランページ、左から、内川碧、浦川翔平、陸、岩谷翔吾、与那嶺瑠衣、力也、山本翔吾、河村一馬、神谷健太、後藤拓馬、仁、長谷川慎、吉野北人、藤原樹、龍、鈴木昇衆人気グループ、ザ・ランページ・フロム・エグザイル・トライブが、結成10年の記念日を迎えた12日、東京、文京区の東京ドームでライブを行った。11日と2日間にわたる東京ドーム公演は2021年7月以来3年2ヶ月ぶり2度目。メインステージから伸びた花道に拳を突き上げたメンバー16人が一列に並んで登場。ボーカルの河村一馬27が Are you ready 東京？暴れる準備はできているか？と叫ぶと悲鳴に似た歓声が轟いた。東京ドーム公演は3年2ヶ月ぶり。前回はコロナ禍で観客は 50% しか入れられず声出しも禁止だっただけにリーダーの仁30はライブ最高。楽しい。と喜びを爆発。河村も今日は正真正銘のフルフルキャパシティ。本当に素敵な景色を僕たちに見せてくださってありがとうと感激した。この日はグループ候補生だった16人全員が正式メンバーになった10歳の誕生日。ボーカルの陸30は中学生だった自分がエグザイルのライブを初めて見たのが東京ドーム。その時にエグザイルになりたいという夢を抱き15人の仲間とこうして再び東京ドームのステージに立つことができて嬉しいと感無量だ。ステージでは代表曲ライトニング、サマーライオット、熱帯夜からや新曲24カラッツゴールドジェネシスなど33曲を熱唱。サプライズで所属事務所の先輩エグザイルら7組が登場し、ギタリスト MIYABI42 とヒット曲スワッグ&プライドで共演したり、エグザイルと男性5人組ドーベルマンインフィニティと名曲24カラッツステイゴールドを披露。エグザイルのボーカル、タカヒロ39は東京ドーム最後まで盛り上がっていこうぜと煽り会場を盛り上げた。グループ名の通り暴れ回った仁は自分たちでも感じるくらい最高のライブでしたと満足そうな笑顔を見せ、リーダー、力也、33は、この10年、山あり谷ありだったけれど、皆さんが言ってくれたことが僕らの力となりましたと、感涙。山本翔吾、28は、ドームツアーを絶対やらなきゃいけないなと思った。また一つの目標が明確に見えてきたと手応えを、実感。ボーカルの吉野北斗27もここで終わるつもりはない。僕らが最高の景色を皆さんに見せたいと約束した。16人の進撃は止まらない。